で、うん、水曜日のダウンタウン初出演しました。ああ我々ね、うん、まあ、初出演というか、まあ、参戦ですよね。そこは参戦なんですね、うん、フェスは参戦認めないですけど、フェスは参戦認めない、戦いじゃない、聞きに行ってんだから。水曜日のダウンタウンは参戦、参戦ガチ参戦いやすごかったですね。ねえ、うん、いやお笑い好きリスナーはね、うん、まあ歓喜してくれたんじゃないですか、ね、もしかしたら喜んでくれたかもしれないですけどね、うん、まあ見逃した方、見てくれた方、いろいろいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ見てくれた方、分かると思うんですけども、うん、ドハメため息混じりのドハメドハメドハメちょっと短かったですけどね、なんか尺が、うん、まあね、クロちゃんの尺がちょっと長すぎて、うん、普段2本ぐらいね、うん、あの説をお届けできるところ、我々1本っていうことに、うん、短い尺で、まあ、ドハメっていうのが、まあ一番いいんじゃない、形が。まあまあ、そうですけどね。うん、スコーンとやって。うん。タムケンさん、小籔さん、うん、アルピーさん。やば並びやばドハメ三兄弟。ドハメ三兄弟。またね、呼ばれたらこれいいですけどね。まあまあ、まあ、あり得るんじゃないですか。ね。ね、また、2回目っていうのも ね、うん、ね。そう、1回目はいいの。うん、出れんの。大事なのは2回目。何でもそうですね。そう。やっぱ2回目が一番大事ですからね。そう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 。うん。実はお前、なんかロケ入ってない？え？ロケありきのプレゼンターの。言ってよ。え？なんか、いや。わかんない。俺に対するドッキリとかだったら言えないかもしれないもんね。いや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 。密着する。平子のね、普段の生態は、みたいな感じで。やってない？やんねえでしょ、そんなの。俺の映像見ながらさ、うん、浜田さんとかさ。これひどいな、おい、平子。のぼせすぎですね、それ。ないですよ、さすがにそれは。のぼせすぎって言うな。さすがにないですわ、それは。のぼせすぎってなんだ。なんか変なないかな。いや、ないないない。何にもないですよ。なんだ、この機械は。いや、前から、こんな機械。わけわかんない機械あるから、ここ。ラジオスタジオにありがちな謎の機械。謎の機械。ボタン意味わかんないくらいあるやつ。で、うん、水曜日のダウンタウン初出演しました。ああ我々ね、うん、まあ、初出演というか、まあ参戦ですよね。そこは参戦なんですね、うん、フェスは参戦認めないですけど、フェスは参戦認めない、戦いじゃない、聞きに行ってんだから。水曜日のダウンタウンは参戦ガチ参戦いやすごかったですね。ねえ、うん、いやお笑い好きリスナーはね、うん、まあ歓喜してくれたんじゃないですか、ね、もしかしたら喜んでくれたかもしれないですけどね、うん、まあ見逃した方、見てくれた方、いろいろいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ見てくれた方、分かると思うんですけども、うん、ドハメため息混じりのドハメドハメドハメちょっと短かったですけどね、なんか尺が、うん、まあね、クロちゃんの、うん、クロちゃんの尺がちょっと長すぎて、うん、普段2本ぐらいね、うん、あの説をお届けできるところ、我々1本っていうことに、うん、うん短い尺で、まあ、ドハメっていうのが、まあ一番いいんじゃない、形が。まあまあ、そうですけどね。うんうん、スコーンとやって。うん。タムケンさん、小籔さん、うん、アルピーさん。やば並びやばドハメ三兄弟。ドハメ三兄弟。またね、呼ばれたらこれいいですけどね。まあまあ、まあ、あり得るんじゃないですか。ね。ね、また、2回目っていうのも ね、うん、ね。そう、1回目はいいの。うん、出れんの。大事なのは2回目。何でもそうですね。そう。やっぱ2回目が一番大事ですからね。そう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 。うん。実はお前、なんかロケ入ってない？え？ロケありきのプレゼンターの。言ってよ。え？なんか、いや。わかんない。俺に対するドッキリとかだったら言えないかもしれないもんね。いや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 。密着する。平子のね、普段の生態は、みたいな感じで。やってない？やんねえでしょ、そんなの。俺の映像見ながらさ、うん、浜田さんとかさ。これひどいな、おい、平子。のぼせすぎですね、それ。ないですよ、さすがにそれは。のぼせすぎって言うな。さすがにないですわ、それは。のぼせすぎってなんだ。なんか変なないかな。いや、ないないない。何にもないですよ。なんだ、この機械は。いや、前から、こんな機械。わけわかんない機械あるから、ここ。ラジオスタジオにありがちな謎の機械。謎の機械。ボタン意味わかんないくらいあるやつ。